このバイク、とにかくエンストします。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は6月15日にヤマハさんのセローからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはエンジンを動かすためのプログラム。こいつの設定がまずく、渋滞なんかでノロノロ運転をしていたり、その日初めてエンジンをかけてしばらく放置していたりすると、いきなりエンストしてしまうとのこと。ノロノロ運転している時と言いましたが、これ交通量が多い東京なんかで起こると、さらに渋滞がひどくなってしまうことがあるので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムの修正ですね。対象車種はヤマハさんのセロー XT250 とトリッカー XG250。 2018年8月9日から2020年7月31日までに製造された 15,089 台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。備考欄によると、2019年に一度対策したものの、きちんと改善できていなかったと書かれてあります。面倒かもしれませんが、お持ちの方は早めに修理に出されることをお勧めします。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、次回は三菱ふそうさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。